はい、どうも、妖怪ちぷにぷに、今回もやっていきます。必殺の秘伝書ゲットということで、お知らせがね来てましたね。イベント予告、これはキメラウォッチを配っているシオンの配下を発見、ケータたちということで、しかし前回の戦いの影響で変身ができない。そんなケータたちに代わって彼らが立ち上がる。楽しみということで、ヨーマ人イベントですかね。これはトーマか、そしてアキノリかな。なんか髪の毛がなんかブワーってなってるけど、そしてお松、そして玄武。なんとなく玄武がいるってことは追加はスザクっぽいけど、そして義経がいて、五右衛門がどっかにいるのかな。五右衛門はいない。シャドウサイドですね。シャドウサイドなのか妖怪ウォッチ4イベントなのかね。ケイタキュンのつながりがあるから、ケイタキュンフミちゃんって来てるからね。なるほど、夏目が来るかな。これはしばらく、そしてこれ波ガッパなのかなんとかガッパ。これ誰だ、これ新キャラ、これ知らないね多分。これが今回のなんだろうね、あれかな、なんか手が2本あるのかな。あ、これ五右衛門じゃないよね。これが新しいキャラかな。はい、という感じで。キメラウォッチなんてあったっけ。あ、そっか、前回私ダメだったんだよな。これトーマでいいんだよな。不動明雷鳴拳みたいな、不動明雷鳴拳でいいんだよな。王族かな、どうなんでしょう。まあ、秋のりといったらどっちかというとスザク、アニマスね。そうなんだよね。妖怪ウォッチにしたら珍しく。あ、これ秋のりだよな。はい。アニマスはね、あの、秋のりのウォッチだから。なんかシャドウサイドイベントっぽいですね。はい。イベントは何でしょうね。前回これ横取りだったような気がするの。マップの横取りだったっけ。はい。なるほど、という感じですね。はい、次回、何イベントですかね。おはじき、まあ、順番的にはおはじきか気まぐれゲートだけど、気まぐれゲートの時ってなんか門っぽいのがあるからね。しばらくは勇ましだっけ。波がっぱ、何がっぱだっけこれ。しばらく勇ましだ。勇ましイベント、勇ましニョロロン、義経不思議だね、お松ポカポカ、なんかいろんな種族がねいらっしゃるようで、私前回ダメだったんだよな。でも前回はふみちゃんはゲットできたのかな。どうなんでしょう、難易度がわかんないけど、大釜はいたんだな。そっか、吹雪姫とふみちゃんだから必ず誰かと合体してるんだな。ということで、やっぱりどうなんでしょう、秋のりも、秋のり五右衛門とかかな、かわいそうですね。誰か、元の妖怪がねいるということで、どうなんでしょうね、誰とフュージョンだっけ。あ、そうだ、思い出した、フュージョンウォッチとかだな。なんとなく不動明王な気がするけど、トーマはね。あきのり、誰とだろうな。髪の毛がアマテラスかこれ。なんか髪の毛アマテラスっぽいよね。
はい、という感じでどうなんでしょうね。はい、楽しみにしたいと思います。お松ぽかぽか、義経不思議、玄武にょろろん、まあでもなんかな、あでも確かにアニメだと秋のりと玄武がなんかね頑張ってたっけ。こいつあるだろうね、ほんとね。はい、というわけでしばらくは勇ましだし、なんだろうね、今回も種族はあんまり関係ないパターンかな。はい、なんでちょっと楽しみに待ちたいと思います。将棋じゃなかったね、多分ヨーマジンイベントだね。私前回時計もダメだったんで、はい、今回はねなんとかしたいなと思います。何なんだろうねこれねサボってんね。はい、じゃあ今回こんな感じですね。はい、次回のイベントね楽しみに待ちましょう。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。アマテラスかな、アマテラスとよどみ王。